ピッチングしてくださいよ。OK です。なんとの、このラジオ知らんと、時刻は13時を回りました。なんとの、このラジオ知らんとの時間です。MC は愛知県在住 FM 宜野湾大好き、最近御朱印集めが趣味のなんとです。今週もミキさんにはこの方に入ってもらっています。アキラさんです。はい、どうも、キラキラ、アッキーラでーす。よろしくお願いしまーす。お願キいラしキラ。ます。はい。この番組は宜野湾ヒルズ通り FM 宜野湾の放送局と私が住んでいる愛知を Zoom でつないで放送しています。この後1時半まで放送します。皆さんお付き合いよろしくお願いします。アキーラさん、7月入りましたね。はい、いよいよ。いよいよです。自己紹介でも言った御朱印帳がはい。今日はですね、手元にあるんです。お。この御朱印帳は祖母にプレゼントでもらった御朱印帳で、はい。伊勢神宮で祖母が旅行に行ってきてくれた時に買ってくれた御朱印帳で伊す。でで勢すね、神ちょっ宮とと、言いますと、なんとさん、三重県ですか？そうです、三重県です。おお。なので、これ見開き最初のページはですね、はい。熱田神宮の御朱印帳を押すところのページがあるんです。これが内宮おお、すごい。が押されてるんですけど、あと外宮とかあるんですけど、ちょっとまだ押せてないので、ちょっとここ、あとですね、ちょっとお見せしたい御朱印が2つ今日はあるので、オープニングトークでお見せしたいと思います。はい。まずは、一つ目はですね、愛知県の犬山市にあります。犬山城の近くにあります。これです。じじゃん。はおお、犬山城ですか？い、の、もう本当に入り口にあります。三光稲荷神社という縁結びの神様の祀ってある、神社があるんです。実はこっち、見開きが、こっちが御朱印になっていて、左がですね、神社の境内が、切り絵で作ってあります。これ見えますか？皆あ、さん。見えます。見えますよ。僕の方では確認できます。実はですね、これ、この奥のハートがですね、ハート型の絵馬になっています。ほこれは特別御朱印といって、う。うん。こういう形で売られているものになります。これって値段とか聞いてもいいんですか、ランさん。おいくらぐらいで売られてるんですか？今、1000円でした。もうこれはもう作ってあるので、6月の27日に行ったので、6月の27日の日付が入って、紙にこの状態でもらったのを御朱印帳に貼りました。なるほど。そうなんです。なので、ところどころにハートがあるんです。めっちゃ可愛いですね。そうあ、なん本で、当ちょっだ。見えまとす、見えます。ちょっとね、私のお気に入りです。ラジオのお聞きの人にちょっと伝えるとすると、ハートとね、花、まあ、桜ですかね、なんか、桜吹雪、花吹雪と、ハート吹雪っていうんですか、ハートが至るところに散りばめられてます。こそうれ、です。で、下、ラントさん、下の、その神社の下の模様も全部ハートなんですか？なんか、石そう畳みでたいす。な。これハーおトなんです。で、これ実際にこのー。はい。神社に鳥居があって、鳥居の奥に実際こうやって絵馬が飾られていて、はい。結構フォトスポットになっていて、皆さん写真を撮られたりします。ああ、そこがフォトスポットなんですね。あいとや、はもうい。一つ。はいはい。
もう一つも結構今とテイストが同じなんですけど、こちらです。ちょっと白に白なのでわからないんですけど、これおお、はですさ、ね、はい。千葉県の成田市にある、成田山新勝寺というお寺の、はい。東海別院という別院が、はい。へこれも犬山市にあるんですね、愛知県の犬山市に。で、今年、その東海別院が70年、開村して70年という記念の節目の年の、これは、御朱印で、ちょっと白飛びしてるので、ちょっとこうしてると、これ成おお、田すごいすごい。山があって、隣にこれもこういう形で御朱印があって、これも1000、こっちはちょっとお高いんですけど、はい。1300円します。おお、でもこの御朱印ってすごいなんか圧巻というか、俺はなんかめちゃめちゃ好きな御朱印ですね。なんか不動みたいな感じ、すごいそうです。これおっきめじゃが、ないですか、さっきより。はい。そうです。お祭り、本尊でお祭ってある不動様ですね。ああ、すごい、圧巻。あとは変わってるので言えば、御朱印というのが、おお。そうですね、私の住んでいる愛はい。知県の南知多町に、弘法大師さんのお寺があって、そこのお寺に源頼朝の首塚があるんですね。で、そういう関係で、この御朱印っていう、あの、武将印っていうのが出まして。御書院じゃなくて武将院、武士はのい、あれですか？はい。義経と越智頼朝さんのが。おお、は源のい、そうです。頼朝さんと頼綱。かっはい。こええ。あとは今、大河ドラマですごく有名な岡崎というところにある、これもですね、岡崎城の横にある竜がある、龍城神社というところにも、辰巳神社ですね。はい、竜の城と書白いとて、書い龍て。城神社っていううんわ、です。めっちゃかっこいい。竜の白。はい。うわ。で、たつきって読むんですか。はい。龍城神社に。いや、結いいっ構いすろいね。ろ集めているので、あとはね、もう今使っている御朱印帳がもうなくなるので、次はですね、この御朱印帳を使います。ラントさ今ん、の、そう、どうする？家康。お、今の大河ドラマのはい。御朱印帳で、これ、どうする家康の御朱印帳が売っていたので、これを次は使って、また集めていきたいと思います。素敵。っていうか、さっきのもすごい年季が入って素晴らしいと思ったんですけど、今回これかわいいっすね。そうなんです。そう、どうする家康のバージョン。お、めっちゃいい。これとこれです。ハンスなんさん、だ。今までじゃ、今のは見せてもらったところの神社を回られたってことですよね。そうですね。こうやっわあ、て、素晴らしい。あるところに持っていっはたりとかして、い。最全部で初何、結はい、何箇所ぐらいですか、ランス構回って、最初の本当に何ページかは、地元の、私が住んでいるところの市に、知多四国っていうのがあるので、そこを回っていたり、あとは、寺社仏閣巡りが好きなので、お寺とか、行ったり、これは銀閣ですね、京都の。鶴山え神宮か。え、京都の銀閣寺ですか？はい、これ銀閣寺です。銀は閣い。寺。ええ、にも、ちゃんとそういう御朱印があるってことなんですよね。はい、あります。めっちゃすごい。これで、ちなみに、どのぐらい回ってます？ランドさん。覚えてる結限り。構回ってます。伊勢神宮のやつは、おばあちゃんが、祖母がもらってきてくれたので、これはちょっと入らないんですけど、10箇所とか、10、15、20ぐらいは回ってると思います。素晴らしい。これは電気の入った。ちょっと汚れちゃったり。皆さんも、興味があったら御朱印巡り、どうぞよろしくお願いします。何かその御朱印巡りのポイント、楽しむポイントとかもしあったら教えてください。ポイント、ポイン私はト、ですね、結構お参りした時のついでにそこに、
まあ、楽しむことですね。最近は本当に、観光地でレンタルサイクル、自転車とかを借りて行くことが多いので、まあ、自分の、ペースがあると思うので、皆さん自分のペースに合わせて、回っていただけるといいかなと思います。焦ることなく自分で楽しむ、このペースを変えずにはい。行くってことがポイントですね、ランツさん。また皆さんもよかったら御朱印を集めてみてはいかがでしょうか。ありがとうございます。じゃあこの番組では皆様からのメッセージを大々募集しています。メールアドレスは lanto.radio@gmail.com lanto@gmail.com です。またこの番組は YouTube でも配信の方をしています。FM ギノワンのホームページから配信を見ることができますので、皆さん、FM ギノワンのホームページから気になった方は配信をご覧ください。また、サイマル放送でも行っております。スマートフォンで聞く場合は、リスラジかマイチューナーラジオを携帯にダウンロードしていただくと、音声でも聞くことができます。皆様のご視聴視聴しやすい環境に合わせて番組に参加してください。よろしくお願いします。それではここで一曲をお届けしたいと思います。アニメ「黒子のバスケ」よりグランロデオ変幻自在のマジカルスターです。
お届けした曲はアニメ「黒子のバスケ」のオープニングテーマ「グランロデオ」変幻自在のマジカルスターでした。じゃあ次はこのコーナーに参りましょう。ラントーク。はい、今日のテーマは「あなたの行きたい観光名所はどこですか？」です。はい、ここでですね。あなたの行きたい観光名所。はい。ここでメールを一通お届けします。はい。はい。ペンネーム、松下優子さんです。松下 優子このさん。人は、私の知り合いです。はい、優子さん、よろしくお願いします。しかも、偽名です。本当は男の人です。ペンネームが思い浮かばないんで、松下優子で送ったよって、ちょっと伝わってました。男の実は人に。男の人なんですね。はい。私が行きたい観光名所は3つあります。1つ目、愛知県犬山市の桃太郎神社。2つ目、沖縄のハレクラニホテル。3つ目、新しくできた牧志公設市場、ゆたしくウニゲーサビラ。素晴らで、しいです。うちなぐち上手でございます。ありがとうございまはい。す。で、まず、アキラさんが知らないと思うんですけど、愛知県の犬山市の桃太郎神社。これ何の神社だと思いますか？だって、桃太郎神社っていうぐらいなので、仲間を大切にするお山。違います。本当にですね、愛知県の犬山市に実在する神社なんですね。桃太郎。猿、キジ、犬を家来に連れた、桃太郎さんの神社なんですね、本当に。じゃあ実在の人物？す神ご。社です、神社であ、す。ごめんなさい、神社。はい。で、この愛知県犬山市って結構なんか桃太郎伝説が残っている地区があるですね。で、この犬山市の桃太郎神社はですね、私もこの6月末に実際ちょっと行ったんですけど、結構すごくコンクリート仏像が結構飾ってあるんですね。で、ちゃんと鳥居の近くに桃から生まれた桃太郎がいたり、ちょっと鬼退治に行く家来を連れた桃太郎のコンクリート仏像があったりとかして、結構有名なんですね、桃太郎神社って。このです初めてね、聞きました。コンクリート仏像っていうのがですね、作った方が浅野松雲さんという方で、結構その仏像作りのコンクリートで作ってる仏、うん、コンクリート仏像を作る第一人者の方が作っているんですね。結構見たんですけど、なんか鬼の背中に座っていいよみたいな銅像とかあって、結構かわいいところです。で、毎年子供の日に桃太郎祭りっていうなんかお祭りがあるみたいで、私も行ったことはないんですけど、結構なんか大きな桃太郎のお祭りをするみたいです。ぜひ行ってみたい。そのお祭り自体知らなかったので。またですね、この桃太郎神社があるところが木曽川沿い、木曽川って大きい川があるんですけど、山沿いなので、この桃太郎神社からちょっと行ったところでキャンプができたりするので、まあ、キャンプが好きな人は、まあ、キャンプもやりつつ、桃太郎神社でも、まあ、参拝してもいいんじゃないかなって思います。まあ、結構2度おいしいじゃないですけど、すごい楽しそうですね。キャンプもできて、神社にも行けて、キャンプもできて。いいなぁ。ちなみにランドさん、キャンプ好きですか？キャンプは昔一回行ったことがあるんですけど、今は行ったことないので、ちょっとやってみたいですね。でも一
結構一人旅行が好きなので、ああ、一そっ人でしか。たいなので、キャンプ。いや、今、ソロキャンプ流行ってますよ、ランツさん。じゃあ、今度ちょっと家のベランダでソロキャンプしたいと思います。ちょっとね、そこからスタートですね。いいですね。いや、じゃあ、あ他と、に行ってみたいところ、今、ね、リスナーの方からもあったように、沖縄の行きたいところあるあるあったんですけど、ラントさん、沖縄に来たら、まずどこに行ってみたいですか？行ってみたいところはあります。万ね。座毛とおお、万座も。辺戸岬と、おお、岬。あとは、どれですか？海洋公園です。海洋公園、美ら海ああ、水族館があるとはこでい、す。名護のね、そうですね、美ら海水族館がある、海洋博公園。ああ、いいですね。おお、なるほど。全部恩納村にまたがって名護に北上する形ですね、ランさん。はい。はい。いや、いいですね。よく沖縄家族とかで行ったりすると、結構はい。泊まるところが恩納村ぐらい、恩納村なのああ、そっか、その兼ねもあって。で、兼ね合いもあって行ってみたいなって思います。いや、いいですね、ランさん。ぜひぜひ、沖縄には今度いつ来る予定ですか？まだちょっと経ってないんですけど、はい。夏休み過ぎたらちょっと行きたいなって思いまねす。え、本当に決まり次第またこのラジオでもご報告ください。はい、わかりました。ありがとうございます。楽しみにしております。はい、では今日はこのところで終わりたいと思いうん、ます。そうなんですか？ラントさん、はい。あとですね、3分少々ございます。もう一曲エンディングで流違しなう、がそういう意味じゃなくら、あ、て、びっこくりしのまコした。ーあ、コロ、ナーを終わります。おい、よかった、もう、ラントさん、早すぎるよって思っちゃった、もう。びっくりした。じゃあ、いつものノリで、はこい。のコーナーを終わりたいと思そうですいね、まこす。以の上。コーナーを。もう今日、ぐだぐだはなんとかお届けしてるのに、ぐだりんです。いや、くだりんなんとも悪くないです。はい。以上、ラントークのコーナーでした。はい。また次週のテーうん、マうん。は、ラントのツイッターに、はい。書いておきますので、メールを、どんどんください。バシバシ。これはいつ頃までに書いておきますか、ラントさん。土曜日に書いておきます。わかりました。はい。ちなみに、はい、書いておきます。なおの願いで、し、メはールい。ください。お願いします。はい、以上、ラントークのコーナーでした。はい、もう一曲いけますか？そうですね。あと2分少々ですけど、どうしましょじゃあ今日はですね、はい。ちょっと2曲は、もう2曲目にかける曲はですね、さっき皆さん聞いていただいた、変幻、グランロデオという曲の、をかけようと思ったんですけど、次週にしたいと思います。いいんですか？はい。BGM でも、あ、そっか。そうですね。曲。あ、は OK い。です。大丈夫です。じゃあ、次週にしましょはい。はい。う。以上、乱闘。はのコーナーでした。あい。はい。りがとうございました。ありがとうございました。じゃあ、はい。ここでエンディングでございます。はい、今日はオープニングトークが長かったんで。い。ぐだぐだですね、今日はね、暑いので。はい。はい。僕らも沖縄でとろけております。かなり暑いです。はい。じゃあ、来は週のテーい。マはここで発表します。お、いいんですか？はい。来週のテーマは、この夏にしてみたいことは何ですか？の夏にしてみたいことは何ですか？はい。はい。さあ、あとどんでどん。すね、まはいはい、たあと。皆さん、リクエスト曲もおかけしたいと思いますので、どしどし、メールか、ツイッターの DM で送っていただけると助かります。はい。はい。では、お時間が参りました。ランツさん、今日も一日ありはい。がとうございました。ありがとうございました。また、ラはントのこのい。ラジオしてラント、お相手はラントと、アッキーラでした。また来週。バイバーイ。バイバイ。
はい、バッチリでございます。ランツさん。ガオする。すー。いや、マジ、ランツさん、本当に沖縄来るの決まったらすぐ、ツイッターとかで公表するんですか？あ、違うな。違う違う。あ、違う違う。違う違う違う。レコーディングを止める。